previously on Resident Evil Revelation. What took you two so long?でもなんか前回はね、もう本当にちょっとすいませんでした。前回、前々回からも荒れ狂ってしまいました、本当に。いや、もう本当に、なんか僕自身も荒れ狂ったし、画面も荒れ狂ってたから、マジで大変だったよねっていう話なんですよね。ということで、まあ、今回は、なんだっけ、パートという、なんだっけ、チャプター、あれ、なんだったっけ、なんか、とりあえず5から6に移りますということでございますね。はい。ということなので、まあ、新規一点ね、ちょっと私もね、心を入れ替えてやっていこうというふうに思いますので、まあ、こちらジャッカルですね。ジャッカスって意味なんだろうな。とりあえず、アロワナが上手でアロワナって、うわ。ちょっとコーヒーをね、落ち着こうということですね。はい、真夜中のコーヒー、良くないよね。寝れなくなるよね。カーソル邪魔だよね。ということで、ドゥーン。あ、エピソードだ。エピソード6。Search and Rescue。なんかよ、ようやくなんか僕でも分かるレベルの英語が出てきたって感じます。はい。毎回あれだよ。ぼーっとしてたら、これクリックしなきゃなんないっていうね。はい。まあ、クリックってか、なんでもいいからボタンを押しといて。ということで、はい。11時16分。俺の方が真夜中だ。地中海会場。まあでも地中海の中で、まあ、これはもしかしたら初めて見ているっていう人たちもいるかもしれない。そうかな。結構俺ネタバレチラチラ言って、ああ、エロい。お尻がセクシー。はい。だからちょっと、いろいろって多分こんな服装ねえよっていうのはもうハムケツ出てるもんね。お尻見えちゃってる。まあとりあえず、はい、捜索開始ということでございますんで、早速やっていきましょうか。音楽が結構荒々しくなってるんだけど、見て、もう見えてる、エロということなんですけれども、とりあえず、そっか、まだあれだね、ジル編の方でここまで来てなかったんだな。こっちまで来てないから一体何をやってるかっていうのが分かんないけど。 No plan. Just search every room. これクリス触れないでしょ。あ、触れ、あ、違う。そういうことね。今二人の捜索が優先だということで、こっち入れるのかな。お邪魔し、まあ、入れた。あれ、この中なんか入ってたっけ。ちょっと待って、あ、そっか。ビギン。あ、ハンドゲーン。いや、音楽結構荒々しいな。これはなんか何もないと。拾える。先にベルトルと遭遇したりして。We capture him and interrogate him。なるほどね。まあ、捕まえていただきましょう。ちなみにこっちの方にもあるけど、ここはいけない。あ、いけないですね。OKOKOK。M92F ですね。僕がもう一番好きですね。一番好きっていうか、もなんかかっこいいよね、M92F。シンプルに、ね、その色合いというか、形というか、セクシーさというか、エロさというか。で、これは、除菌洗内図ゲット。オープンセサミー。ジェシカおい、おい、パーカーの方がまだ優秀だぞ、おい。ちょっと待って。ジェシカ来るまで待つ。ジェシカで、あ、これ、あれ、下でいいの、下なのか上なのか、上なのか下なのかよくわかんない。これ、ふくん。おー、いっぱい降ってきた。お邪魔しました。This is a new mutation. 見たことない。Reaction to a new virus. お目の前にいる。あ、ばい、固まってるよ、また発作始まってるよ。何してんの。この距離で何もしないって、本当にもうただの、あ、出た。ほら。よいしょ。何もするな。ふっ、あー、ちょ、避けて欲しかったですね。助けて、ヘルプミー。おー、後ろからエッチスケッチツータッチ、キャーヘルプ、いやん。やばい。よいしょ。これまだ、いっぱいいるね、いっぱいいらっしゃるね。よし、まず一体。よし、顔。あれ、いっぱいいる。あれ、ちょっと待って。ごっついのいっぱいいるね。危ない。うわー、もうのっけから大変だ。よし、一体ペロンペロンってなってる。もういい。もう、弾を打ち切る。弾を打ち切っちゃおう。打ち切るくらいの覚悟でいこう。ほい。あー、ちょ。ファルスグレード!バフーン。オッケー!うわー、リラパンツ!
オッケー、一体もう一個。おー、切り返し、突破して、突破して。いや、ほんとそうだね、突破するべきだったね。あれ、ほんとに突破するべきだね。全然き、こんな無限に発生してた、ここって。しまったしまった。うわ、じゃあただの弾の無駄遣いだったってことだよね。やっちまったべや。よし、手榴弾で、こっち敵来てる、で、来てるけど、来てるけど、まあそんなこともありつつ、あー、バグった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 。ヒュイッと、なんか拾えるアイテムが欲しい、拾えるアイテム欲しい。ここの本は読めない。パルスグネイルで、よいしょ。で、残念でした。またお会いしましょう。今のうち今のうち今のうち、ちょっとでもちょっとでも楽して、ちょっとでも楽がしたい。あー、やばいやばいやばい、近づいてきてる、変態が近づいてきてる。えっち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 っ、あー、いつの間にかジスカ来てたんだ。で、またどうせ2人の捜索が先だってなったからね。で、こっちはないから、とりあえずちょっとでも弾はきちんと装填しとかないと、後で大変なことになる。あれ、ここいるっけ。音楽がなんか聞き迫る感じでいいよね。7の横の船は、I just hope that Jill and Parker are okay。よし、こっち行こう。で、ちょっと待って、ここいるのかな。ここはいるか、どこに行けばいいかと思って。下は、あ、なんか落ちてる。あ、しまった。さっきのところなんかあったのかな。まあいいや。で、とりあえず拾います。で、パルスクルネーで。でんでんでん。オッケー。よし、オープンセサビー。入ります、閉めます。ちょっと来てるね、ジェシカ。ほんとにこれさ、もう守る気ない格好してるよね。あ、そんなにジルジル見ないでよって。どうせならちょっと後ろくるっと振り返っていただけもいいですかね。うん、ねえ、ちょっと、あ、そのライトでいいな。はいはい。で、ねえパーカー、居場所どこ？ジェシカ、ジェシカ、Hold on。Judging by the ship's condition, なんでここ閉まってんの？ I'd wager they're in the ship's build, trying to get them going again. That makes sense. We'll head down there now. ちなみに、あ、向こうも閉まってる。全然船、え、誰だ閉めたやつ？あれか。誰だっけ、あいつ、赤髪のシャンクスだ。赤髪のシャンクスが閉めた可能性は非常に高いでございますと。で、なぜかここは開いていると。こっちに穴があるな。どっかになんかある。あれ？あれ？全然音が鳴らない。あったあったあった。上か。真上だ。次になんか拾った。拾ってない。まだ拾ってない。まだ拾ってなくて、取りに行く。時計に仕込まれてたのか。あー、どこだ？古ぼけたおじいさん。あー、ありがたいね、ショットガン。ショットガンはありがたいよ。よし、大きなの、この、古時計。あ、ちょ、オープンして。オープン。あ、ちょ。よし。くるくる。あー、ここからが大変なんだよ。とりあえずこいつでごまかすか。ねえ、どんどん言うてんだよ。セービング。で、ここら辺のアイテムは特にないかな。え、マジか。そっか、大変だな。結構ここ俺ね、苦手というか苦しめられた記憶があるんだよな。よし、じゃあこっち行きましょうかと思うじゃん。いけないんだよな。もう明らかに不法侵入だらけなんだよな。また絶対なんかいるし、それは間違いない。あ、来た。 No need to gloat, just shoot it. おい、おい、おい、
ないで、気持ち悪い。お気持ち、お気持ちわかります。で、え、嘘、ちょ、マジか。意外と範囲が、意外と範囲が狭かった。そんなことある、全然倒す気がなかった今。よし、あー動かなくなったよ、あ、なんで、出た、あれだ、地下に行けば行くほど反応が悪くなってわけわからない状態になるっていうやつですよね、ですよね。そんな近くなってたらそりゃ怒られる、やばい。逃げろ、助けて、助けて、誰か。あー終わったわー、もう全然動けねえ。いやーちょっとおそらく長期戦になる可能性がある。いやー本当にこのハンデを背負って戦うっていうのがあまりにも辛すぎて大変ですね、本当に。仕方ないよね、もう自分からそういう戦いに挑むよって決めちゃったんだもんね。こいつらって戦わなきゃいけなかったんだっけ、そういえば。そもそもがこの扉をバーンって抜けれないかっていうとこなんだけど、じゃあ行く瞬間、おりゃ、 No need to glow, just shoot it。 あれ違う、え、 What? パルスグレネード、OK、 まずは1体目。なんで手榴弾だったんだ、ごめん。ほい、吐き出すな、吐くな。 OK、 ほーら、もう一発お見舞いっていうか、特殊個体じゃなくてなんか普通に同じようになるっていうのがなんかちょっと面白くて珍しくて、つらいよー。なんで、なに、こいつの吐き出したあれか、入れ歯だ、入れ歯出してきやがったんだ。顔、あれ待って、めっちゃ引っかかってる。よし、あーまた入れ歯だ、入れ歯出してきやがった、この野郎。歯を大切にしないからそういうことになるんだぜ。もしくはサメか、サメだからなのか、貴様ら。あれどこ行った、どこ行った。よし、やばい、階段登らない、あ、登らない、わー、入れば、入れば、あ、一応、入れば出すな、あ、切れた、オッケー、入れば、よし、入れば1体撃破、で、もう1体、頭、お前、自分の入れば引っかからんのかよ。自分に入れば入れることの方が大事だろうか。あ、待って、砕け散る。ちはやふるー、オッケー、まだか。よし。まだだった。今のややこしいな。今のやられてくれてもいいんだぜ。よし。ふい、オッケー、チーン。あ、やっぱ倒さなきゃいけなかったんだな、こいつら。サンシャインの槍。もういい。待って、ここはすぐ。なんだ。なんか今 F って言ったぞ。反応がない。反応がないとこばっかりじゃん。まあ、もうすでに反応してくれてるところがあって、あ、ちょっと待って。これのアイテム拾っておこう。もう一回ある。ここにやろう。で、あ、これだ。これ拾っておかないと。意外とね、こうね、もうここら辺の敵無視してやるっていう時に、ね、大事だったりする。これ、弾少なくない？あ、あった。ハーブ。で、サンシャイン池崎です。で、ベルトロー行くね。Right. あー、怪しいの。新種。よし、OK。で、ちょ、はい、構えて。ピーン、ピキン、OK。ありがとうございます。で、特にいろいろアイテムはないと。あー、行き過ぎ。そう。なんだ、え、めっちゃ調べるか、あれ拾ったからか。ちょっと待って、ちょっと待って、どこ、あー落ちた肉片、ものすごいイシューがする。もうイシューはイシュー、イシューのイシューは、え、痛い、あー、やばい、変態、オッケー、一度で、奥もいんのか。
よし、ちょっと待って、ちょっと待って、こいつこいつ。足の方が弱いんだって。ですよね。まだ一体いるんだ。あ、くそ。オーケー、これで。あ、おっきいの来てるね、おっきいの来てるね。よし、一体。あ、なんかジェシカッチがすごいやってくれてる。あ、なんかすごい。なんかサクサクっといけてる。サクサクっといけてるけど。臭そう。なんだ。手榴弾か。手榴弾はいらないんだよな。あ、まあ、いるけど、なんか今ちょっとそれよりも弾がたまたま少なくなってきてる気がするから。弾がめっちゃ、あ、ちょちょ、めっちゃターゲット目の前にいるよ。拾って、で、あー、あった。キーン、オッケー。で、もう一丁、キーン、で、もう一丁。すげえドロッドロだよ。まだ進んでんだ。あんまり。オッケー。よし、じゃあ登っていこう。上がれーさあ、わー、固まってる、死ぬ、うわ、危ねえ。あー、もう出た。もう急なバグ。そういうのいらないって。そういうの求めてないんですよ。はい。よし、ここ降りると、どこだってこれ。ここどこだ。あー、で、これで地下帝国に行くってやつか。あ、ちょ、これ、すでに地下帝国に来てんのか、これ。違う？え？どうしたらいい？いける。こっちから地下帝、違うな。こっちじゃない気がするな。こっち、この、ここ、ここは地下帝国じゃないよね。あれ、でもこっち行けんの？壊れてたー。誰だ、壊したやつ。先生に正直にな。怒らないから。っていうやつ、大体怒るから、気をつけて。俺とかな！はい、おー、分析さん、よし、じゃあ下へ参ります。今みんなちゃんとお尻見た。今の調子、あ、やばい。このままじゃあ沈んでいく。てか、なんでこんな水を入れるような仕組みが船にあるんだろうね。あれかな、重くして流されないようにするためみたいな感じ。まあ、はい、一生おごってあげるから。あ、違う、一生おご、あ、違う、俺がおごられる方だ。うん、一生おごってもらいたいので、ちょっと頑張って下降りようか。ジュイーン、ピキン。てか、今の段階でこっちになんかまだ何も落ちてきてないっていうのが面白いですね。あー、助けて、無理。よし、で、降ります。ドン。で、ここ上がっていって、ここに敵はいない。大丈夫ね。もうね、本当にいるかいないかの瀬戸際っていうのがすっごい怖いですからね。で、お邪魔しまーす。ここはいるかな。いない、ここにはいないけど。本当バカじゃんっていうね。よいしょー。で、こっち後ろ行きながら、ダダダダダ、ジェシカッチ。これで、よし、オッケー。ペキン。あ、こっちアイテムが特にない。あと他にこっちアイテム落ちなかったっけ。とか、あるいは、何もないのか。え、本当に弾。え、なんかもっとクリス編ってさ、ビレッジの時もそうだったけどさ、ジャブジャブなイメージがあったのに全然ジャブってないね。あれ？ここ水なかったっけ？なんであっちゃんな水がいっぱいあるのに、ここは水が。あーは？あー、いいよ、危ねえ。うまいな。止めて死んぜよ。ほい。体力多めだね、君。え、まだ生きてんの？体力多めだな。まあ、貴様ごとし、ショットガンもマシンガンも使うようなあれではないが。え？お前かーい！違うんだよ。お前らじゃないんだよ。お前らをやりたいんじゃない。違う。後ろの大きいやつ。後ろの大きいやつ。そう。あ、大丈夫？可愛い声が聞けたから、まあ、もう、あ、1%。
もうあれだね、全然やる気ないね。もうこんなにもわらわらと。Don't stop shooting。ダンスアップ、ダンスアップミュージック。あいつは何してるんだ。うわ、見えない壁に阻まれてる。ほい、ほい。呼んだか？めっちゃ呼んだ、めっちゃ呼んだ。オッケー。めっちゃ呼んで、パンチ。後ろからも向きでめっちゃ来てた。うっそやん、びっくり。ちょっと待って。あ、あ、間違えた間違えた。うわー、とりあえずお前は一体って一体って一体って確実に一体って確実に撃破していく。さあ来い。その距離でライフル、まあいいや。トゥートゥー、オッケー。こいつ何してんの。待て、マシンガンの弾がないんで。これは動かないようだ。あー、残念でした。ちょっとやっとだ、やっとなんかまともに弾がちゃんと。あ、ショットガンもう、あ、ショットガンもういっぱいなんだ。了解です。あ、ちょっと、よし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 、これでこれで揃った。ピースはこれで揃った。 1%、 まあこれな、まあ、1に泣くやつは1に笑う、じゃあ1に笑うやつは1に泣くっつうからね。で、ここはよいしょ、オッケー。で、もういいです。で、ここ行ってどっち、右、左か。左ですね。ありがとうございました、お邪魔しました。よし、オッケー。で、ここでも入れんの、水いっぱいあるよね。おめでとうございます。じゃ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 ー、残念でした、誰もいないっていうね。はい、まあそんな感じでございます。 Where'd you go? Jill, where could go? Jill、 どこへ消えたかというとですね、どっかに消えました。いやー、そうなんですね、実はクイーンゼノビアではなくてクイーンセミラミスという船だったんでございますね。いや、皆さんこの謎に気づけたでしょうか。そもそもね、地下に行った時になぜ水がねえんだっていう話でございますから、あんなに水がダバ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 出てるの、その水を汲み上げて行ってたんだか、どうだっていうところだったんですけども、はい、という仕組みがあったというわけでございます。ということでね、本パートは以上とさせていただきます。最後まで動画をご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひチャンネル登録ボタンもよろしく。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。